おはようございます。クールダンススタジオのオッチーです。さあ、今日からは実際にダンスを踊る練習をしていきたいと思います。音に合わせて動いてみたり、気分が乗ったら大きく動いてみたり、それだけで気分がハッピーになる。ダンスって本当に素晴らしいものなんですね。そんなダンスが上達するコツを少しずつ解説していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、それではこれから実際に動いてみましょう。まず今回レクチャーするのはダウンのリズムです。ダウンっていうのは、まあ、英語で言うと、まあ、下に降りるみたいな感じのことを言うと思うんですが、本当にそのままで、音が聞こえてくるところで膝を曲げます。単純にこれだけです。曲げて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 、たったこれだけです。足を開いても閉じてもどちらでも大丈夫です。足を開いた方が簡単かもしれません。では実際にやってみましょう。手を叩いた時に膝を曲げていきます。慣れてきたらちょっと速くしてみましょう。足を閉じても同じです。では今度は横向いてやってみましょう。足を開いても閉じてもどちらでも大丈夫です。では足を開いてちょっと練習してみましょう。手を叩いた時に膝が一緒に曲がります。この時背中が一緒に曲がるとかっこよくなります。やってみましょう。足を閉じても同じです。はい、では実際に音楽をかけて一緒に動いてみましょう。皆さん、どうでしたか？次回は、このダウンのリズムの逆のアップのリズムについてレクチャーしていきますので、お楽しみ！バイバーイ！